はい、皆さんこんにちは、吉田ねじまさんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、チャンネル登録ですね、今170何人かね、になりました。ありがたい話でございます。はい、チャンネル登録まだしていらっしゃらなかったら、たまたまですね、この動画を見られた方、ですね、よかったら、この上の方にですね、こっちかな？こっち？こっちかな？チャンネル登録というですね、ボタンがありますので、クリックしていただければありがたいかなと思っております。はい。ということで、今日ご紹介するのはこちらですね。ババン。トップバリューさんの、メンズクルーソックス、抗菌防臭、ワイドかかと、280円。はい。こちらですね、ちょっとね、明日からですね、また、出張にですね。あ、この動画のあれか。ごめんなさい。明日からというか。まあ、厳密に言うと明日です。この動画を撮っている、ね、日からすると明日ですけども、この動画はいつ公開されるでしょうかという感じで、この動画が公開される頃にはですね、まあ、出張真っ最中だったりですね、ひょっとして下手しても帰ってきたりしてるかもしれません。わかりません。はい。こちらですね。はい。ですね、かかと部分をずれにくいワイド仕様にしましたということですね。かかと部分をずれにくいワイド。あ、ちょっとごめんなさいね。なんか、こんな感じでございます。ここの部分をワイドにして広くすることによって、こう、ずれないように。ずれないっていうのは、何かって言ったら結局ですね、靴下履いてるうちにですね、まあ、本来こういう形なんですよね。それがだんだんこう、なんていうかな。先端が、まあ、中心がここだとしたら、これがずれてしてしまうっていうことが、まあまあ、なんかの原因でたまにあったりするのがあまりないよということでしょうかね。そうすると、まあ、履き心地としてはずっといい状態をキープできるってことですよね。多分。はい。ちょっとこれね、出張先に持っていこうかなと。思っております。はい。こちらの方はですね。まあ今の履き心地としては確かに言われてみたら、まあワイドな感じでですね、かかとの部分がいいのかなと思うんですが、まあインパクトはそれぐらいということで、こちらは星3つでございますね。はい。まあ、実際履いてみてですね、履き心地なんていうのもね、あると思うんで、どうなってるかわかりませんけれども、ちょっとね、試してみたいと思います。はい。ということで、今日ご紹介したのはですね、トップバリューさんの、はい、メンズクルーソックスでございました。ありがとうございます。